猫写真家って言われて久しいんですけど、実は野生動物と僕は並行して家畜である猫とか犬を撮ってきたんですけど、10年ほど前から猫の番組を始めてからすっかりもう猫の方の方に作家になってしまったんですけど、実はこれも本職の一つだということで、ジャガーのメスですけど、いい感じでお腹をもう本当に幹の枝のところに押さえつけて、かなり体重を乗せていい気持ちと寝てますね。本当に雨季に水が氾濫するんで、川からですね、だから車も容易にこう進めないような状態なんですけど、ただ本当に生命というか動物たちがこう溢れるようなところなんです。だからその水を得る喜びが動物たちの体にこう感じるぐらいな感じですね。一方こう乾いてくると、水かさがこう川の水かさが減ってくるんで、肉食動物のジャガーなんかがこう活躍をする場面が目の当たりにできるということなんですね。彼らはパンタナールに生まれて、パンタナールで大きく育って、でパンタナールに帰っていくんだっていう、そのワニが死んだことによって魚も食れば鳥も満たされて、またそれが循環をしていくということが、そのワニの死体を見たときにすごくこう感じたんですね。一度そのジャガーが見つかると、もう世界中からの観光客の方が来られるんで、で一目もジャガーを見たいという方が来られるんで、一艘が見つけるとそのガイドさんが無線で連絡をするわけですね、各ボートに。そうするとボートがこうわーっとジャガーが見たくて寄ってくるんですけど、ところがその皆さんはこうジャガーの正面顔を撮りたいんで、ジャガーが例えば川辺を歩いてこう狩りを始めてても、で狩りを始めててもボートが目の前に来てしまうと狩りができなくなってしまうんです。そうするとジャガーは森の中に帰ってしまうんですけど、その僕が狩りが取れた時は、観光客の方はみんなエアコンディションの効くロッジに帰ってお昼をみんなで食べてた時間なんです。真っ昼間でしたけど、で我々はもう虫に刺されようが何しようが、もうそこで川の上でもうずっと1日12時間6時から6時まで待ってたんですけど、で真っ昼間にその狩りが見られました。あ、そうですね、一応その本で読んだり、まあ、映像があったりすると見ていくんですけど、でもそれが必ずしも役に立つかっていうと、あとは自分の経験上で、まあ、ジャガーだけではなくて、その猫科の大型動物の猫科の経験があるんで、あ、この場合はこういう、多分こういうふうに動くだろうっていう予測をしながら、またそのボートで進む時もまず見つけなきゃいけないんですけど、それはもう本当に森の声を聞くというか、鳥の声がその移動していく時にこう鳥もジャガーを警戒をするんで、ジャガーを見つけると鳥が騒ぐんですよね。でその騒いだ声が森の中でどんどんちょっとずつ移動していくんです。あ、そうするとジャガーが動いていくなっていうので、で川辺でボートのエンジンを切って待ってるとジャガーが現れてくるっていうのは、そんなこともありましたね。猫の撮影も家猫の撮影も、僕から近づいていくというよりも猫が近づいてきてくれることを期待してるんですね。それが撮影のコツかもしれません。猫に好奇心、まあ、あれば、好奇心というものがあれば、それを利用して猫に興味を持ってもらうんですね。その方法としては、まず
こう視線の高さを合わせるためにあの膝を折って、まあ、言ってみればはいつくばって猫と同じ目線になってみると猫が「ん？なんだ？」って言って興味を持ってくれるんですよ。そうすると近づいてきてくれるんですね。あとはあの例えばそう昼間になったら日向ぼっこしたいじゃないですか。そうするとこう南斜面なんかにこう日が当たって日だまりがあるとでそこにあらかじめ行ってしまうんです。猫がいなくてもそうすると猫が335その日だまりにこうやってくるんですよね。そうすると猫って先にいた動物を嫌がらないんですよね。あ、だからそこに人がいても寄ってきて気がつくと膝の上で寝てくれたりしてくれるんですね。逆にだから僕たちがこう距離を詰め方動物との野生動物もそうなんですけど自分よりも動物のことを考えるんです。彼らは何をしたいのかということは今どういう状態なのかということを考えながらカメラの位置を決めていくと近づけるんですね。だからあの朝日とワニを一緒に撮影したいと思って本当にワニにこう横に行くぐらいのそうですねワニから2メーターぐらいのところまでこう近寄って撮った時ももうワニの視線その彼がどこを見ているかということに集中をして徐々に徐々に近づいてきました。その動物のこう見方というかやっぱり顔があり目があり鼻があり耳があるんでそれをもとにその動き方とかを集中してこちらが見ていくことによって感覚的にこう近づいていくって感じですね。素晴らしい質問です。それはエネルギーだと思います。やっぱり自然がもたらす力というのは我々も同じものを持ってるんでその写真なりを見た時に映像でもいいと思うんですけどそれをご覧になった時に自分自身の中の自然に対してのエネルギーがこう湧き出てくるんじゃないでしょうかね。それを彼らが本当に、まあ、パンタナールのような大自然の中で生を謳歌しているわけですけど彼らを見ることによって僕たちも力をもらう。それが十分彼らには持っているんじゃないかなと思います。このパンタナールの写真展のようにやっぱりこれからももちろん猫ちゃんも撮っていきますけどやっぱり野生動物も僕の中の体の一部として撮影を続けたいなというふうに思っています。